毎日新聞社毎日新聞東京本社東京日日新聞東京日日新聞は日本の日刊新聞である毎日新聞の東日本地区の旧内号で現在の毎日新聞東京本社発行による毎日新聞の前身にあたる略称は東日東京日日新聞は毎日新聞社の傍系企業であった東京日日新聞社が昭和20年代に 東京都で発行していた、有刊誌。略称は同じく、東日。西系版の東京日々。新聞東京日日新聞は1872年3月29日、上野伝平、西田伝介、落合育次郎が創刊した東京最初の日刊誌。当初は、浅草加山町の上野の居宅から発刊したが、2年後、銀座に社屋を建てて進出。雑報入りの、 新聞西家が東京土産として話題を呼んだ。1873年、岸田銀行が入社し、平易な工業代の雑報欄が受けたい収支として定着するも、1874年入社とともに、主筆に就任した福地源一郎が社説欄を創設してから、紙面を一新。政府用語の論人を張る雇用新聞となり、自由民権派の正論新聞と対抗した。 この時に厚生主任として招かれたのは、語学者で、福知と共に、憲王施設団に加わった、経験のある、市川清流である。1877年、大上官製印文書局と官報の前身の、大上官日誌が廃止されたことから、同新聞の、大上官記事、広報の欄が、官報の機能を代行する状態となった。 1880年頃から政府批判の高まりとともに雇用新聞との批判も強まったが、その後の1883年、大上官は新たに文書局を設置し官報の刊行を開始している。1888年、社長交代を契機に論調を中立路線に転換し、大幅に部数を伸ばすが、1891年に徴収判罰の機関紙と化し、 再び政府寄りとなる。その後、伊藤博文や井上薫、三井財閥の支援を受け、1904年には三菱財閥により買収。加藤孔明が社長に就任するが、経営不振は打開されず、1911年に大阪毎日新聞の社長、元山彦一が東京日日新聞を買収して、東京へ進出した。大阪毎日新聞は、 明治初期には政治色が強かったため経営上を振るわなかったが、第一次世界大戦の勃発を他市に先駆けて報道、ロシア革命の報道やレーニンの会見でも注目を集める。シベリア出兵には慎重論をとり、国内問題では米騒動などの社会問題も取り上げ、普通選挙運動にも賛成の立場を取ったが、同様の論調を取る東西。 朝日新聞と派遣争いを全国的に繰り広げた。こうした動きは結果的に両者の発展につながったと言える。業績を回復した東京日日新聞は大正期には東京語大新聞の一角に数えられ、1923年9月1日に発生した関東大震災も大米のバックでこれを乗り切った。震災報道では朝日陣営のご手に回ったが、 報道そのものは、東京日日の方が評価が高かったとされる。1926年12月25日には、公文事件の失態を犯す。この後、東京新聞会は、大阪資本の朝日、東日のに協体制となり、1929年には、国民新聞主筆の徳富祖法が遺跡。1936年には、時事新報を合同した。 1939年、東京、有楽町に完成した、新社屋には当時東京でも珍しいプラネタリウム、東日天文館が設置され、壁面には、電光ニュースがまたいた。太平洋戦争が始まった1941年12月8日の、長官では、東は格乱、英米の敵勢極まる、断国地区の一途のみの見出しで、主要紙では唯一海戦をスクープした。 戦争中は、他市と同様、戦争抑散報道を行った。1943年1月1日、東京日日新聞と大阪毎日新聞は、新聞統制により、大事を毎日新聞に統一。編集機能を東京に集約した。明治初期から長年続いた伝統ある東京日日新聞の大事は一旦消滅した。 太平洋戦争後の1948年12月4日に毎日新聞社の系列会社である東京日日新聞社による新興有関誌として東京日日新聞が復刊した。復刊の背景として終戦直後の陽子統制が既存誌よりも新興誌に多く割り当てられることが挙げられる。この時没行した新興誌として1945年12月に 民放者より民放が相関され、1947年8月、東京民放に開体した後、民放者は鈴木育造に買収され、さらにその鈴木が毎日新聞社と手を組んだことで、東京民放は1948年11月30日をもって週刊民放者が東京日日新聞社と解消して、東京日日新聞を新相関した。 既存氏もダミー死会社を設立して、用紙を確保しようと不信していた時期であり、毎日新聞社も、また新興紙の買収といった形で、東京日日新聞を復刊したのであるが、翌1949年11月27日に、毎日新聞東京本社による有敢死、有敢毎日新聞の発行10月1日前日本紙の有敢に、高田保の時事、エッセイ、 プラリ病担の企画が好評を博した。1954年9月1日より長官誌に転換したが体制を挽回できず、1955年8月31日をもって休館となった。東京日日新聞社は編集局を有楽町の毎日新館に置き、印刷も毎日新聞東京本社に委託したが、既存の会社を買収した経緯から、 会社組織そのものは、全くの別会社を装っており、資本構成に毎日新聞社の名はなかった。その後、毎日新聞社、三社新新聞社、スポーツ日本新聞社と共に、連名でイベントを開催するようになったが、逆に印刷は、東京日日新聞印刷工場を港区芝に設立して独立した。この申請当日の紙面構成は1日おおむね4ページで、一面は、 総合面であり、毎日新聞有感に引き継がれる、近止編編も戦前に引き継き掲載されていた。二面はスポーツとか定面であり、毎日新聞主催の都市対抗野球や、選抜高校野球、プロ野球毎日、オディオンズの記事が多く掲載された。三面は、社会面であり、昇進証明の三面記事が載った。四面は、芸能面で映画演劇が主だが、 放送番組を扱う場合は、主として、ラジオ東京の記事が多く載っていた。現在の東日本の毎日新聞の紙年は、東京日日新聞時代からのものを加算している。1987年8月30日付で、日本の日刊誌では初めて紙例4万号、2015年2月12日付で、紙年5万号をそれぞれ達成した。ありがとうございます。